荒金久雄は、大分県別府市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。中学まで投手 PL 学園高校時代から外野手に転校。PL 学園高校3年生時には、第78回全国高等学校野球選手権大会で3回戦、進出。当時のチームメイトには、前川勝彦らがいる。青山学院大学へ進学。 三年の大学選手権で優勝。東都大学リーグ通算97試合出場。359、打数90安打、打率。251、7本塁打、34打点。ベストナイン2度受賞。一年下の石川正則、志田宗博ともプレーした。2000年ドラフト会議で、福岡大英ホークスから小位指名を受けて入団。背番号は51。 福岡ソフトバンクホークス時代2001年1軍初出場をスタメンで飾る。さらにこの試合で高校時代のチームメイトであった前川からプロ初安打を記録した。2004年村松友人の対談に伴い出場機会が増加。6月22日の対日本ハム戦では1点を勝ち越された10回裏西に横山道也から プロイル初のサヨナラ打を逆転サヨナラ記事打で飾った。夏場には主に一番センターを任され、74試合に出場。打率こそ213と振るわなかったが、3本塁打を記録。この内訳は、2本塁打は大阪ドームの近鉄戦で記録したものであり、7月22日の大西部戦では初回戦投打者本塁打を放っている。2005年、 主に守備固めとして起用されていたが、プレーオフ第2ステージでは3戦目の9回裏、代打で起用されると、後にチームメイトとなる小林正秀から騎士改正の敵時打を放った。2006年、2007年は若手選手の台頭や田村一氏の加入もあり一、軍での出場が減少していたが、2008年には主力選手の故障により、出場機会を得ると、 4年ぶりの本塁打を放つなどの活躍を見せた。しかし2009年は再び一軍での出場が減り、翌2010年4月29日に金沢武人との交換トレードで金子圭介と共にオリックスバファローズへ移籍。背番号は金沢がつけていた50。入団直後に即一軍に昇格し、5月4日の古巣ソフトバンク戦で大打出場して、 いきなりアンダを放つなど、移籍後は、打撃好調で、出場機会を増やしていく。交流戦では主に2番ライト、または、リフトとして起用され、交流戦で打率。379をマークし、交流戦優勝の原動力となり、その後も6月22日のロッテ戦にはチームでは、一郎以来となる3打席連続2塁打、3打点の活躍を見せるなど、6月は、 月間打率、316、7月は、300とレギュラーを主中に仕掛けていた。だが、8月に入ると、途端に打撃で精裁を欠くようになり、森山アマネやフランシスコ・カラバイオの台頭もあり二軍降格も味わった。最終的に打率は、269となったが、いずれも自己最多の47安打、16二塁打、3本塁打の成績を残した。 オフには、背番号を五十から同年に引退した、塩崎誠がつけていた三十一に変更された。二千十一年は、開幕こそ二軍スタートだったが、六月十一日に一軍登録。同日の巨人戦で、スタメン出場を果たすと、内海哲也から本塁打を放った。その後も左投手が先発する試合で、スタメン出場するケースが多かったが、七月三日の、 フルス、ソフトバンク戦では、9回裏に同点に追いついた、直後に、李昌洋の代打で出場し、森福正彦から自身7年ぶりにサヨナラ打を放ち、このカードの同一三連勝を劇的な形で締めた。また、このサヨナラ打で、前日の鈴木文博同月5日の赤田翔吾と共に、球団史上初の3試合連続サヨナラ勝ちに、貢献した。しかし、 その後は、打撃が振るわず、打率、205、日本塁打8打点に終わった。2012年は同じ、右内外野手の新人の川端隆志がレギュラーを、つかみ、またシーズン中に、ボビー・スケールズが加入したこともあり、出場機会に恵まれず、5月中旬に3試合の、出場、にあんだのみに終わり、10月4日に、戦力外通告を受けた。 2012年12月6日にソフトバンクのスカウトに就任することが発表された。担当した選手は高橋綾増田玉、C の新。2021年、ソフトバンクの2軍、3軍のフロントファーム部門野手育成担当に就任した。俊足講師を誇る外野手。打撃ではしぶとく状況に応じたチームバッティングができる。また、 勝負強さも持ち合わせている。守備では敏章で正確なスローイングを誇る。球場などで関係者と出会った際は、相手の方に体を向き直してから挨拶をするなど、非常に真面目で礼儀正しい人物である。ありがとうございます。